とかスーパーマンって憧れるじゃないですか。まあ一度は夢見るわな。そこで今日はピンチで困ってる少年を助けるスーパーマンやりたいね。おお、ええやん。まあベタですけども、少年が助けてー言うたらパパッと現れて、どうした少年って言いましたよね。そしたら少年が、うわお前弱そう、絶対守ってくれへん。違うやん、そんな余裕はないねん。スーパーマンが現れたら少年は悩みとかピンチの状況を説明すんねん。わかった。と、どうした少年。近々親が離婚するらしいんだ。いきなり重たいな。まあええわ、そうか、大丈夫なのか少年。親権はパパらしいんだけど、僕はママがいいんだ。だからお願い、パパを殺して。サイコパスか、できるかそんなもん。重たすぎるわ、違うパターンにしてくれや。違うパターンよ、あれあるやろ、他になんぼでも。わかった。と、どうした少年。はい、ブサイクチェーン。出るか、ここはデリバリーエロスか。くだらんパターンの買い方すんな。赤もなんかこう、俺の想像してたヒーローと根本的に違うわ。ヒーローってこんな違う苦しさあったっけな。お前ヒーローなめんなよ。偉そうやな、そこまで言うな。自分がヒーローやってんの任せてや。大変だ、助けてスーパーマン。おう、どうした少年。俺は名乗るほどでもないスーパーマンだ。さすが名乗っとるやないかい、侍か。赤も登場はええから次の展開済ませて。わかった。大変だ、あそこでおばあさんが荷物を持たそうにしてるんだ。ねえ手伝ってあげて。よっしゃ任せろ。ちょっとおばあさん、この子が荷物を持ってくれるそうです。いやお前が二人や、何知ってんねん。やる気あんのかお前。俺手伝うけやあかんなの、戦う系にしてくれ。あ、なるほどな、うん、じゃあ怪物が出てきてそれを対処するやつにしようか。お前怪物みたいな顔して何言うて。どっち回すぞ。ええからちゃんとやれよ。わかった。大変だ、怪物が向こうで暴れてるんだ。あれは怪物は怪物でも平成の怪物やから大丈夫。いや松坂大好きやないかい。そんなもんマウンドで好き放題暴れてもらったらええから。普通の怪物が出てきてんねん、バシッと決めろや。わかった。大変だ、怪物が向こうで暴れてるんだ。若いうちは好きなことをさせてやれ。うーん、せやな、うん、俺らもそうやったし、怪物さんには頑張ってほしい。僕たちは未来を背負って立つ若者たちを応援します。言うてる場合かふざけんな。お前さっきから怪物怪物言うてるけどな、うん、ほんまもんな怪物っていうのはいつも自分の心の中。俺もいいな。何を言うてんねん、しょうもないこと言うな。言うてる間に2分のタイマーなりそうやし、そろそろ自分の惑星帰らなあかんわ。いやそこまでヒーローに影響されんでね。萌えはどうもありがとうございました。